はい、皆さんこんにちは。12月18日また船でちょっと釣りをしてみたいと思いますけど、真冬の釣りで寒さと戦いながらの釣りになると思います。天気は曇り、雨が降らないだけマシと思って出かけたいと思います。今回はこちらの、商品を釣り具屋さんでいろいろ買って何でも対応できるように用意しました。とりあえずマダイが釣りたいので、タイラバは当然用意しますけども、餌をつけて釣りをすると、ちょっと大変かなと考えてますので、できるだけサビキとかタイラバとか、ジグとかこういったものを使いながら釣りができたらなと思いまして、釣り具屋さんでいろいろ見てたら、この、チョクリとかこういったのが冬場はいいんじゃないかと教えていただき、このチョクリというのは変わった名前ですけど、おちょくるとかチョクリとか、魚をおちょくって誘って釣るという意味らしいです。広辞苑にチョクルとかね、そういうのが出てるらしいですけど、そういったなんかビニール紐をちょこっと伸ばしたような変わった仕掛けと、マダイサビキと、これがまたね、ハリスが4号で全長14メーター、かなり長い仕掛けですね。こちらは 6.2メーター、もっと長い仕掛けもあったんですけど、扱いきれないかなと思ってなるべく短いものを選びました。こっちライト、ちょっと短い、これも仕掛けで8メーターで、なるべく、短めの仕掛けを選びました。もし、水深がだいぶあって、釣れる釣りを楽しむなら、ちょっと足して倍の長さ、14メーターと8メーターと足して 22.5 メーターぐらいにしたりして、ちょっと扱いにくくはなりますが、釣りをしてみたいと思います。またこんなんとかね、これ 2.85 で、これはだいぶ短いですけども、こういったものと、あと今回いろいろ見てましたら、このマグネット強力磁石を買いましたので、これにこの仕掛けの針をペタ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 つけていって、投入する前に根がかりしないように、根がかりじゃないわ、糸が絡まないようにしていきたいと思います。あとこれ竿受けを買ったんですけど、かなり竿受け欲しいなと思うものが2、3万ぐらいして高かったので、とりあえずはこういう初心者用向けの竿受けを買いました。こういう風にして、ここへリールを置いて、これがね、落ちないように、ここへ竿の絵を刺すんでしょうけど、落ちないようになったり、ここが自由にこうできますよと。またこう、これも変わりますよ。で、ここへも穴がありますので、この本体をこっちの上につけて、することもできる場所、これぐらいの長さのここへつけるんでしょ。これ何、この型紙は何に使うの。これが入ってますね、ウケジロハンドルリング 4mm、 ちょっと絵を、なるほどね、これをここの船つけるときに、これを持ってこうやって締め付けていくとちょっと時間がかかって大変ということで、これを使って、違うな、これであったのか、これをこういう風に下に、これ入らんじゃないか、こう入れて、あれ、よいしょ、カチャ、こんな風になるね、見えますかね、この黒い部品が付属してついてますので、これを入れることによって、こう指でこう、早いよと
くる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 っといけるよというこれも最初からこういう風に金具がついとってもいいんじゃないかな。わざわざ分ける必要あるのか。まあこういったものが付属品でついてました。まあこれも使えるかどうかわからんですけども、安物買いの銭失いかもしれませんが、これを持って釣りに行きたいと思います。まあ安物を言ってもね、これも4200円ぐらいしますから、決してそんなに安くはない。まあ平らばもいつも6個の 60g ぐらいを選んで、あんまり高いのもなくなったらあれかなと思って500円400円まああと1000円未満ぐらいのが多いんですけども、80g 今回ちょっと重ためも買いました。それからこの、直利の、タイサビキの下の重りは、まあ、40号から60、70、80ぐらいまでだと思いますけども、この重りをですね、パイラバーを下につけてやろうかなと。そしたら平らばでも釣れる可能性あるし、この直利でも釣れる可能性あるし、普通の重り使うよりは面白いんじゃないかなと思いまして、重りの代わりに平らばを使ってみようと思います。また平らばじゃなくてこのジグですね、 40g のジグやタチウオのジグっていうのかな、タチウオのこの仕掛け、これタチウオも 80g のやつを買ってますので、こういったのを重り代わりに使って、12月18日に釣りをしてみたいと思います。もう釣れるのを前提の話で、一夜干しシートも釣り具屋で買ってきました。ね、たくさん釣れたらすぐ食べれませんから、一夜干しして保存するとか、一夜干しした方が魚の旨味も出ると思いますし、少し水気を切って一夜干しして、その後できることなら燻製してみたいですよね。まあ釣れることを楽しみに、いい夢でも見ようと思います。それでは皆さん、次の動画、釣れる動画をお楽しみにお待ちください。それじゃあね、バイナーラ、さよなら。